福知山盆地の地勢福知山盆地は、京都府北西部丹波山地にある断層盆地。1953年の福知山洪水の浸水位を示すプレート貝殻の種類に加えその分布などから、20から30万年前の表記には、福知山盆地内すべてが湖の底であったと考えられており、この湖は福知山湖と呼ばれる。東西は、 1> 約1 8トル南北は2から5キロメートル東西に走る断層が形成した断層盆地である。揺ら川の中流域にあり、揺ら川が形成する中石平野や河岸団球からなる。揺ら川は盆地東端から清流し、長谷川、枠川、牧川などを集めて西端から流れ出る。周囲には鉱石大地が発達しており、 標高450メートル程度の山地に囲まれている。盆地の東端には綾部市の市街地、西端には福知山市の市街地がある。揺ら川が盆地を出る部分は境外であり、また川床勾配が緩やかなため、しばしば福知山盆地では洪水が起こっている。1924年には上流にとなせダムが竣工しており、1961年には 洪水対策としてら川上流に大野ダムが建設された。明治時代以降に養産業や製糸業が盛んとなり、かつては菓子岩に桑畑が多かった。現在の福知山盆地では低地での稲作が盛んである。内陸型工業団地が形成され、都市化が進んでいる。盆地の中央部を JR 山陰本線が横断しており、 東端の綾部市で舞鶴線が西端の福知山市で福知山線が分岐している。ありがとうございます。